ノリリスクニッケルは、ロシアの非鉄金属生産企業。ニッケルパラジウムの生産において、世界最大手であり、主に、ロシア北部のノリリスクタルナフ地域で採掘、精錬を行う。2009年のニッケル生産量は30万千ントンで、世界全体の22%、パラジウム生産量は280万オンスで世界の38%であった。発金 コバルトなどの生産も手掛け、特に、なお企業名頭のは、の略称で、日本語では省略され、ノリリスクニッケルあるいは、ノリリスク社などとも表記される。ナスダックと RTS 株式市場に上場しており、オリガルフィとして知られる、インターロス社のウラジーミル・ポターニンと、ルサール社のオレグ・デリパスカが、ノリリスクニッケル株の25%超をそれぞれ保有している。 2010年12月、ノリリスクニッケルは、ルサール保有株を120億ドルで買い戻すことを提案したが拒否されたことが報じられた。ムルマンスクにあるノリリスクニッケル社のニッケル製錬工場、ノリリスク近郊での工業生産は1920年代に始まった。1935年、ソ連政府はノリリスクコンビナートを創設し、 当時の内務人民委員部に管理を委ねた。1943年、ノリリスクは年間4000トンの生成ニッケルを生産し、1945年の目標生産量を年間1万トンに定めた。工業及び金属生産業ははじめグラムによって強制労働に従事させられた人々を労働力として創業されていたが、比較的高級であったことから次第に、 自発的な労働者が多数を占めるようになった。ソ連崩壊後の1993年に株式会社ラオノリリスクニッケルが設立された。2年後の1995年、ニッケル価格が低迷する中、当時のレートで毎日200万ドルの経費がかかり、多額の負債を抱えていたノリリスクニッケルは民間企業インターロスに譲渡された。1997年、 民間移行の手続きが終わる頃には、同社は利益を生み、従業員に賃金を払える会社に変貌を遂げていた。今日では、平均賃金は月1000ドルを超え、従業員は年2から3ヶ月は休暇を取得することができるまでに、労働環境は改善したが、それでもなお、乗りリスクの労働及び、生活環境は依然として厳しい。2002年からは、 金鉱産資産の買収をはじめ、2005年にはポリウスゴールド社を立ち上げた。2003年、ノリリスクニッケルは、米ステルウォーターマイニング社を参加に置いた。同社は、米国唯一のパラジウム生産業者であり、モンタナ州、ステルウォーター郡では、白金属金属の採掘場を創業している。2010年11月、ノリリスクニッケルは、 スティルウォーターマイニング社を売却すると発表した。2007年、ノリリスクニッケルは、ロシア国外の鉱山や精錬所を多数買収し、オーストラリア、ボツワナ、フィンランド、南アフリカ、アメリカなどにまたがる、多国間創業体制を構築した。2007年7月28日、当時ニッケル製産業世界第10位であった、カナダのライオンガーマイニング、 インターナショナルリミテッド社株の90%を取得した。この買収はロシア企業が外国企業を買収した事例としては過去最大であり、この買収の結果ノリリスクニッケルは世界最大のニッケル生産企業となった。ノリリスク均衡の着色衛星写真。ピンク色から紫色の部分は拉致。ノリリスクタルナフ均衡には世界最大のニッケル、銅、 パララジウム交渉がある。この交渉は、約2億5000万年前の大規模な火山活動によって、シベリアトラップと呼ばれる巨大化なリーワ岩石区が形成された際にできたもので、ある。この火山活動によって100万キロ立方メートル以上の溶岩が噴出したとされているが、その大部分が、ノリリスクタルナ付近口の山脈地下に分布する。 なお、古生代後期のペルム期末の大量絶滅は、このシベリアトラップを形成した火山活動が一因とする説もある。火山活動で、マグマが噴出し、溶と結合して、硫鉄ニッケル鉱や王道鉱などの硫化鉱物を形成するが、これら硫化鉱物は噴出し続けるマグマ流によって、現れ、で、ニッケル、銅、白金、パラジウムなどとなる。 同交渉の埋蔵量は18億トン以上とも言われており、現在地下1200メートルまでの層が地表からの行動掘りによって採掘されている。炭鉱は地表から1000メートル以上まで電磁探査によって行われ、この結果地下1800メートル以上までニッケル交渉が広がっていることが確認されている。ノリリスクニッケル社の主力生産部門は現在以下の6部門である。 ノリリスク市近郊の風景ノリリスクニッケル社は大気汚染、土壌汚染や水質汚濁といった環境問題を長年にわたり抱えてきた。同社は功績を主にノリリスクの精錬所で精錬しているが、その過程において酸性雨やスモックといった重大な公害を招いてきた。地球全体の酸化回を排出量の1%がノリリスクから排出されたものと推定する意見もある。 ほどである。また、重金属による土壌汚染も深刻で、汚染が進んだ結果土壌そのものに採掘可能な量の白金とパラジウムが含まれてしまっている。同社のコラ半島での生産よる公害は、国境の近いノルウェーにも影響を与えており、ノルウェー政府は1990年から汚染浄化のため財政援助することを提案しているが、 汚染の要因が多すぎることなどもあり実現していない。2007年、ロシア連邦天然資源監督長は、ノリリスク市民が同市での工業生産活動により、水質が悪化したとして探願書を提出したことを受け、ノリリスク市の水資料を採取し水質検査をすることとした。コメルさん都市の取材を受け、同庁オレグミトボル長官は、水質検査の結果は2007年8月末までに、 準備できると述べた。またノリリスクニッケル社の広報は同社が環境活動に対して190億ルーブル以上すでに出費しており、さらに2015年まで20億ルーブルを出費するとのコメントを出した。また別の記者が政府関係者に対しノリリスクニッケル社は検査の結果がいかなるものになろうとも それを認めるかと尋ねたところ、政府関係者は約束も予測もできないと答えた。ノリリスクの環境問題は何十年も続いているが、過去10年つまり経営陣が現職に交代してからも改善の動きは見られない。2004年当時、ミハイル・プロホロフは、ノリリスクニッケルはあらゆる環境を問題を5年から6年の間に解決することができると語っていたが、2008年に、 なると、2011年、または2015年までにはと修正している。また、ノリリスクニッケル社は近代化のための事業と投資に、対して社会的責任があるとも述べた。ノリリスクニッケル社は、大気汚染の主な因子の排出量を削減しようと努力はした。2006年、同社は排気ガス、粉塵の回収及び除去システムに500万ドル以上、投資したことを発表した。 大気汚染防止計画に140万ドルほど出資したことも明らかとなった。しかしながら公式統計では排出量は依然として非常に多い。2006年国際的 NPO のブラックスミス研究所はノリリスクを恐怖の街と名付けノリリスクは世界で最も汚染された街の一つであるとした。同社は抗議文を出したが 公害の現状が変わったわけではない。同地方の環境問題専門家によると、汚染のレベルは下がったものの、二酸化用、硫化水素、フェノール、ホルムアルデヒド、粉塵の量はむしろ増えている。ニッケルと銅のレベルは50%になり、有病率に大きな変化はないが、死亡率は減少している。ノリリスクニッケルの支配株主は、 モスクワの持ち株会社大手インターロス社であり、2010年12月の時点でノリリスク社株の30%超を保有している。ロシアのアルミオーテルサール社も同社株の25%超を持つ。その他の関連組織としてノリリスクニッケル社施設の設計と建設を手掛けたサンクトペテルブルクにあるギプロニッケル研究所があり、同研究所は ノリリスクニッケルとの関係を生かし金属工学のあらゆる分野において調査研究を行っている。ノリリスクニッケル社はニッケルパラジウムの主な正規出向としてドゥディン加工を利用している。ニッケル及びパラジウムの生産においてはブラジルの主源企業最大手バーレのカナダ市会社バーレ、カナダ合営系の主源大手 BHP グループ、南アフリカで 白金属金属の採掘、生産を行うアングロプラチナなどが、ノリリスクニッケルの競争相手である、ノリリスクニッケル社は、ノリリスク周辺に散在する鉱山、精錬所からの貨物や、繁華工製品を鉄道駅と連結した港まで、運び自社船団を使って、世界各地へ輸送しており、2008年には、祭標線の新造船5隻を発注した。ありがとうございます。